みんな世の中ではみんな仲悪いんじゃないかとそういうふうに思ってる人が多いけど、いやもうそらがいいですよ、はい、まあ本当にこうやって3人が対談するっていうのは初めてだね、まあ、時間が長いくもそうアメリカ時間なんですよ、夜からやってるんですよ、で朝寝てるんですよ、だから今日朝来てくれてるのは奇跡ですよ、はい、本当にね、中居君が一番いろんなとこ行ってるんじゃないですか、うん、本当に行かせてもらってる、うん、作りに行ったの、うん、何台ぐらいあるんですか、うん、今までで年間50代60代20代60代ってことは、まあ、10ヶ月ぐらいだから外国だよね、今でもほらやっぱこうやって手で掴んで食べるのが国も知るし、ノロウイルスは年間2回ぐらい昔はホイールごと作ってました、覚えたけど BBS は金槌割ってポルシェ用のリムつけて、はい、出してんねんって言われたけど、それが今当たり前だ、当たり前だと思う、なんかやりたいことがわーって湧いてくるんですよね、なんか何でなんだろうね、どん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 湧いてくるんですよ、売るために作るのも出るではないですよ、はい、車種選ぶから、うん、でも自分が気に入らないと多分作らないと思うんですよ、アクセル踏んでるから、はい、それだったらそこでブレーキ踏んで人のことがいろいろ気になったりするじゃないですか、そうまあそうじゃないですね、うん、そういうのを聞くと疲れちゃうから、うん、それいいやん、3人ずつ揃って言えるのは人と違った考え方でリスクを分かりながらそこに行くと、あ台風の中に入っていく、あ、うん、普通はそこで逃げるんで、あえて向かっていく、RLR いいね、でも車作るよ、世界に一台